ユガは、インド哲学において、循環する四つの時期からなる、時代の名前である。四つの時期とは、サティアユガ、トレーターユガ、ドバーパラユガ、そして最後に仮ユガである。四ユガを合わせたものが、大湯ガ。千の大湯ガを、カルパと言い,い、梵天の昼にあたる。ヒンドゥー教の宇宙観によると、宇宙の生命は41億年から82億年の、サイクルで創造、破壊される。 ブラフマー自身の寿命は311兆400億年である。サイクルは季節のように繰り返すと言われる。また春夏秋冬のように、それぞれのユガは段階を持ち、徐々に移り変わっていく。黄金時代から暗黒時代へのサイクルは、太陽系が別の恒星の周りを好転しているためだと言われる。ユガについて記載された最も古い文献の一つであるマヌ法殿には、 その長さは4800年プラス3600年プラス2400年プラス1200年の合計12000年で、1サイクルには24000年を要すると記載されている。ここでは、太陽年より長いデーバの時間については、触れられておらず、ザ・ホーリー・サイエンスの記述と一致する。しかし、バーガバタ・プラーナに基づく、より最近の解釈では、サティア、トレーター、ドバーパラ、 狩りの期間は、それぞれデーバにとっての四千八百年、三千六百年、二千四百年、千二百年と、等しいとされ、さらにデーバにとっての一年間は人間にとっての三百六十年間と、等しいとされる。すなわち、サティア千八百三3六0イコール百七十二万八千年、トレーターユガは三千六36百三3六0イコール百二十九万六千年、 ドバーパラ湯河は24360イコール86万4000年、仮湯河は12360イコール43万2000年となる。4つの湯河の期間の長さは、4、3、2、1の日になっている。それぞれの期間においては、法や徳、知恵、知識、知力、寿命、感情や肉体の強さが徐々に低下していく。 ユガにおける1サイクルは24000であり、文天の再三運動との誤差はわずか7%とほぼ等しい。この現象は恒星が1年に約50秒ずつ天空を逆行する現象として観測され、ミランコビッチサイクルとして知られる暖気と寒気の周期を作り出す。ありがとうございます。